ポイントオブデューアフタートーク11月27日の放送が終了しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今週はもうクリスマスに近くなってきているんですが、私がカナダに住んでた時にですね、ユダヤ人の家庭でホームステイしてたので、私はカナダでクリスマスを祝ったことが1回ぐらいしかなくて、うんうんうん、残りの2回は本当にユダヤ教の、慣習に従った年末年始の過ごし方って感じだったんですけど、うんうん、そう、やっぱり日本に行ってなかなかユダヤ教徒の人って会う機会がなくて、そうね、いろんな宗教の人たちがいたよね、うん、そうそうそう、うんうん、でやっぱりね、やっぱ大部分を占めるのがキリスト教徒なんですけど、全然イスラム教徒の方とかいろんな宗教の人たちがいろんな慣習の中で1年を過ごしてて、うんうん、そうで、私はたまたまユダヤ教の人と一緒に過ごしたので、そこのお祭り、チャーミングなお母さんやったね、お父さん家族みんなやったけど、うんうんうん、特にね、お母さんは お母さん、おちょこちゃんすごい素敵なね、お茶目のお母さんでした。お茶目なお母さんでしたね。そうそうそう、なので彼女から本当にいろんな歴史を聞いたり、うん、やっぱり子供たちもそういう中で自分のルーツを知りたいって言って、途中からそのユダヤ人学校に転入したりして、うんうんうん、やっぱり自分のルーツについて深くなんか学んでいくようになったりして、やっぱりそのカナダ人としてのアイデンティティと同時に、そのユダヤ人としてのアイデンティティみたいなのが、うんうん、あ、その人たちの中ではすごい大きく占めてるんだなと思って。そうやね、うん、そのまあ、移民っていうのかな、移民ですね、ね、そういうことに、うん、なるもんね。そうそう、だから本当にそういうイスラエルのさ、うん、紛争のこととか、うん、やっぱり日本で聞いててもなかなかこう自分事として捉えづらかったことも、うん、やっぱ紛争が起きてる時にちょっとカナダに逃げてきてたりさ、うんうん、イスラエルの親戚が来てたりとか、うん、なんかそういうこととかも実際あったりして、で本当にね、なんかあ、こういう世界というか自分とは本当に関わりがなかったけど、なんか身近に捉えられるようになったいい機会だったんですけど、そうで、ちょうど、うん、そう11月のね、この後半ぐらいから12月にかけてが、うん、そのクリスマスはない代わりにユダヤ教ではハヌカっていうお祭りがあって、はいはい、でちょうど今年が11月の28日からの8日間だったので、うん、ちょっとそのハヌカについて紹介させてもらってたんですけど、ね、面白い、うん、ね、本当カナダ行ったらいろんな宗教、いろんな人種の方がさ、うまい具合に住み分けてはってさ、そうそうそう、ダウンタウンとか行ってもさ、ここはイタリアン、ここはチャイニーズ、ここはブラジリアンとか、なんかさ、こう住み分けてあったよ、なんか、ね、私結構さびっくりした、それなってるっていうか、うん、もっとなんかこうぐちゃって混在してるのかと思ったら、ね、うん、ちゃんと適度な距離を保ちつつ、そう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 、まあでもそれが逆にいいんやろうね、うん、でさ、でも多分お互いにさ移民だっていうさ、うん、そのそこのさ、なんか同じ経験を多分知ってはるし、やん、うんうんうん、だからめちゃくちゃや優しかった、なんか外に入ってくる人に対してっていうかね、うん、うん、そうそうそう、なんか電車なバスでなんか落ち込んでた時にインドのおばちゃんが、うんうん、すごく格好のいいおばちゃんがなんか背中パパンって叩いて元気出せよみたいな感じで、うん、話しかけられたことがあったりとかして、うんうんうん、多分なんかその頑張ろうぜみたいな、なんか、うんうんうん、根底にあるっていうか、そうね、そうそう、なんかそんな体験もしたし、うんうん、ね、だから宗教、いろんなそういうさ宗教がある、うん、あるし、大事にできる環境でもあるんかもね。そうだね、だからまあ実際自分のふるさとが遠くにある分、うん、そういう行事を通して
あ、思う、うん、そう故郷を思ったりそのつながりを感じたりとか、うん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 、そういうことをしてはるんだろうなと思って、うん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 、それはすごい感じましたね。そうやね、うん、そうしないとね感じこうね、忘れていっちゃうやんか、うんうんうん、だから普通にカナダ人でこうね普通のアメリカンポップスみたいなのとかさ、うんうんうん、すごい聞きながらもなんかそういう時間も大事に、うんうんうん、こう家族でしてたりしてその、うん、なんかバランスが面白いなと思ってね。いい体験でしたよね、うん、ね、本当そうです、そうです、うんうんうん、なので今回はねそんなご紹介とかもさせてもらったんですけど、もう12月に入ってくるとね、牛の方もキャロルナイトは今年は無事終わったので、はい、はい、あとは残すところ名古屋でクリスマスのライブが終わったら2021年は終わりですね。そうですね、はい、はい、今年は12月25日に名古屋の栄のライブハウスサーカスさんで、クリスマススペシャルライブを行う予定ですので、はい、はい、名古屋は本当にまた久しぶりですね、龍のライブは。本当にあのデビュー当時に1週間ぐらい朝早朝のラジオ番組で歌わせてもらうっていう、うんうんうん、ありましたよね。もう合宿のようだったけど、そうそうそう、そんな楽しいこともありましたね。ねえ、なんか遡ってみたら最後のライブが多分あの10年前にシーズンズを出した時の、うん、あのライブツアー、はいはい、うん、が多分きちんと待ったの最後だったかなっていう感じなので、あ、そっか、じゃあ10年、うん、そうなんですよ、そうかな、はい、はい、なので本当にあの名古屋の近くの方でまだ龍のこと覚えてるよって方がいらしたら本当にぜひ遊びに来てもらいたいなと思います、はい、ね、で当日はあのツイキャスプレミアムで配信も行ってますので、あの遠方でねキャロルナイトちょっと来れなかった見れなかったっていう方もぜひ今年の最後にクリスマスの日にあのライブ楽しんでいただければと思います。はい、お詳細の方は、はい、うん、お近くの方はぜひいらしてください。はい、詳細はあのこの下の方にもリンク貼っておきますのでぜひお申し込みお待ちしています。というわけでまた来週、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ポイントオブリューアフ